ヌタイカのヌタ。ヌタもしくは、ヌタナマスは、ナマスの一種で、一般的に酢と味噌の合わせ調味料で和えた料理。日本の伝統料理、郷土料理の一つ。ネギ、ワケギなどの野菜類、マグロ、イカなどの魚類、青ヤギなどの貝類、ワカメなどの海藻類を、酢味噌や柄酢味噌で和えた料理。味噌のどろりとした見た目が沼田を連想させることからこの名がついた。 1603年成立の日保辞書にヌタの見出しでナマスなどを調理するのに用いる一種のソース。または、酢漬け汁。ヌタナマスこの酢漬け汁で作ったナマスとあり、室町時代末期までに料理として成立していた。ヌタの味付けとなるタレは基本調味料に甘みや色合いの点から米麹を多めに使用した白味噌が多く使われ、この味噌に酢、砂糖、 にこやからしいなどを混ぜて作る。具材は蒸気の通り、植物では君主三門に配慮を許さずの君が特によく合い、分け着を代表とするネギ類がヌタの標準材料と言えるほどに多く使われる。ネギ類の他にも、ラッキョウ、ニラ、ニンニク、あるいは野草の伸びる餃子ニンニクなど、硫化アリルを臭み成分として持つ、 君の範疇となる植物は、ヌタと相性が良い。一方、魚介類では、貝類なら、青ヤギの下切り、赤貝、魚類では、マグロの赤身、イワシなどが、ヌタの具材として好まれ、よく使われる。しかし、ヌタのソースは、懐が広く、かなりのものがヌタで美味しく食べられる。端的に言えば、野菜類では、おひたしで食べられるもの。 魚介類では、刺身で食べられるものがヌタにしても美味である。鶏肉もヌタに合い、脂肪の少ない胸肉、刺身を霜降りにしたものはヌタによく合う。ホタルイカは茹でておき、食べる時にからし酢味噌をつけることが多いが、ヌタとしても良い。ABC、関西食百景、125高知の葉ニンニクニンニク、短期青の時代。朝日新聞、PU 館1、イエズス会。 公約日報辞書、土井忠夫、森田武史、長男未編分け、岩波書店、1980年 P478、ありがとうございます。